Do you have a VTEC? VTEC ニュースです。わずか300台の限定販売だったあの無限シビック WR が30台も大集結。一体何が始まるんでしょうか。皆さんこんにちは、 VTEC リポーターの谷口真希です。今日はここツインリンク茂木でシビック無限 WR のドライビングスクールが開催されているということで、早速やってまいりました。今日は講師の山野哲也さんにお越しいただいております。どうぞ。こんにちは、山野哲也です。どうも。はい、早速なんですが、今日は山野さん、どんな一日になりそうですか。今日はですね、この無限 WR を使って、1日、安全運転と、あとドライビングテクニックというのかな、それを、楽しんでもらう、パフォーマンスを引き出してもらうという日ですね。結構充実した一日になりそうですね。シビックレーシングテクニック特集第2弾、山野哲也の技を盗めです。まずは実践前にサーキット走行の基本をレクチャーです。座学でイメージを膨らませた後はいよいよ実装です。車載カメラを済ませていただいたのは NSX オーナーズクラブの丸山さん、サンキューです。早速走行開始。この路面は右だけがミューが低く、必然と左へ流されてしまうという仕掛け。果たして。おっと、案の定スピンです。さて、2回目のチャレンジは。はい、いいでしょう。速度が 4.34 キロ、ずっとです。成功いたしました。南コースでいよいよ全開走行、我がエースを投入です。はい、それでは私、谷口隊員が身をもって WR の素晴らしさを体験していきたいと思います。行ってきます。山野選手のドライビングをリポートしていただきましょう。しかし、リポートどころか頭が邪魔で見えません。ということで、再度単独でご指導をいただきます。クラッチを早く切ってあげるってことがやっぱり大事だね。正確なシフト操作につながります。コーナリングはちゃんとブレーキで待ってあげて、ブレーキを引きずりながらブレーキで待ってあげてコーナリングをする。さあ、フル加速してまたブレーキ、クリップまでしっかり車速を落としてあげることが大事だね。さあ、ヘアピンはクリッピングポイントを長めに長めに長めに取ります。クリッピングゾーンという感じかな。複合コーナーもなるべくワンコーナーとしてコーナリングするといい結果になるね。いきます。最後は本コースに場所を移しての道場体験です。高次元に運動性能を高めた無限 WR、 その性能を最大限に引き出すためには基本的な知識と技術は必要不可欠。 WR のオーナーである喜びを味わえる、そんなイベントでありました。